じゃあちょっとベースの話をしよう、うん、使ってるベースとか、うん、大輝ちゃんが今使ってるベースはそこにある5弦のフェンダーでしょ、うんうん、それはいつ買ったやつ？これはこれ映ってんの今？映ってないっす。じゃあちょっと持とうか。どうすか、映ってますか？別に持っててんじゃない。あ、映ってますか、うん、大輝ちゃんはこのベースいつ買ったの？これを買ったのは今。これメインじゃないね。メインでもなんかメインっていうメインってなくて、基本的にこう、うん、4弦のジャズベース弾いたり、うん、こうプレベー弾く時もあるし、うんうん、まあ5弦は今これしか持ってないから、うんうんうん、5弦の時はもうこれ弾いちゃうんだけど、これ買ったのはでもそれこそ22歳ぐらいの時かな、はいはいはい、LA に来て1年ぐらい、うん、1年ぐらいの時だね、まあ、そんなにこう高いものじゃなくて。どうやって出会ったの？これはね、俺はね、やっぱあのオンラインで買ったの、これ実は、うんうんうん、eBay それこそ。あ、そうだったの？うん、あの5弦ベースが欲しくて、うん、なんかでも手頃で、でもやっぱりフェンダーみたいにこう弾き慣れてる、うんうん、なんかやつがいいなって思って、うんうんうん、でこう eBay を探してた時に600ドルぐらい、日本円だから6万円ぐらいで、安い、こう出てて、でフェンダーのアメリカンデラックス、ね、アメリカンデラックスの昔のやつよね、本当に。でも昔そうだね、でも2000年代とかだと思うけど。ああ、オッケー、うん、うん、でもまあ6万円ぐらいだね、うんうん、6万円ぐらい。でもなんか当時どうしても欲しくて、5弦が、うん、でも全然お金なくて、うん、あのそう、実はだからもうあの母親からプレゼントしてもらったんだよね。なるほどね、うんうん、そうそうそう、うんうん、なんか、うん、まあまあ自分のバースデーが近かったっていうのもあって、こうでもそう、なんか、うん、なんか別にお願いしたっていうよりも、なるほどね、なんかこう、うん、欲しいものないのって言われて、いやちょっとベース欲しいなみたいなこと言ったら、うん、こう値段言ったらなんか、うん、じゃあいいよみたいな、まあ、それぐらいなら、まあなんか、うん、だからちょっとこう、うん、すごい大事にしてるベースっていうのもあるんだけ ど、ねうん、アンプは今何使ってる？メインでアンプはアギュラー、アギュラー、アギュラーと今エンドースメント組んでる。そうだね。大輝ちゃんの俺が注目してるっていうか、まあ、親指のあれあるでしょ、うん、そういうのあるでしょ、うん、そういうのはどっから来てる？これはね、多分ね、俺は一番最初はあの、うん、多分ラリー・グラハムとか、うん、こうルイス・ジョンソンとか、うんうん、からこう来てて、うん、もともと、うん、なんだろう、こう親指でこの辺で、うん、この辺でこうアップダウンをするっていうのが、うん、ルイス・ジョンソンもこう、うん、プラスなんかすごいじゃない、うんうん、親指のみたいな、うんうんうん、なんかこれをなんかもともとずっとやってたんだけど、はい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 、こうイーサン・ファーマーとか。いつからやってたの？それ俺はね、やってなかった。それはね、うん、18歳、18からそれもやってたね。18の頃にすごく練習してたね、うん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 、でなんかそのうちなんかこれがやっぱりずっと派手で、はいはいはい、音がなんかずっとなんか、うんうん、うるさいから、うん、なんかもっと曲の中で使えないかなって思ったら、なるほど、うん、まあなんでかわかんないけど、うん、ミュートするようになって、はいはいはい、結構俺は自分の癖でこうミュートよくするんだけど、うんうん、こうなんかミュートしながらこっちで弾いたら、うん、すごいなんか粒立ちのいい、うん、もっと弾いてっていう感じ。もっと弾いて。みたいな。かっこいい。でもそ、親指のそういうのはそうだね、うん、なんかほら、このちょっと話してたけどさ、うんうん、なんかこうテクニックとしてこうなんか練習っていうか、うん、なんかこうどうやって指を当てたらどういう音かっていうよりも、うんうん、こうこれなんかこういうサウンド出したいからみたいな、なんかこう自然に、うんうんうん、なんだろう、自分の欲しい音がなんとなく頭にあったら、うんうんうん、こうまあテクニックこれもなんかテクニックっていうのかな。いや、テクニックいやそのまあね、弾き方なんかそういう方、うん、まあわかるよ、うん、あの、まあ、そういう奏法だよね、うん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 、に至ったっていうこと、ね、あ、そうそうそう、うんうんうん、今なんでこうやって聴いてるかっていうと、大輝ちゃんの、その使ってるその親指の感じっていうのは、その
使えないスラップじゃないわけ。さ、今自分でも言ったけど、音楽の中ですごく生きるスラップだったわけ。なんかそれを、なんかこう、今言った通り、そのテクニックと呼ばないっていうか、曲の中でこういうサウンドが鳴ってたから、鳴ってればいいなと思って弾いて、たまたまそれが親指でズクズクやることだったっていうことだよね。だからそれっていうのは。じゃあ、ジェムスの話をしましょう。俺がレコーディングしたそのジェムスンってアーティストのツアーの話が来た時に、俺がレコーディングをしたけど、ビザが学生だったから、ツアーが回れなかった。で、その代わりにツアー回ったのが太一ちゃんだったっていう話を俺ラジオでもしたの、実は。この間ラジオに出たんだけど、ラジオでもしたんだけど、太一ちゃんは、ジェムスンのそのツアー回った時しかも一緒にいたよね、その時ね。え、一緒？どういうこと？俺がそのツアーの話をもらった時、リン君俺のベッドで寝てたんだよ。そうだっけ？リン君ベッドで、俺のベッドで寝てて、で、だって一緒に住んでたじゃん、その時。だから俺の部屋にリン君いて、一緒に住んでたけど、部屋はセパレートだったけど、しょっちゅう一緒にいたから、だからこう俺のベッドで寝てて、俺メールが来て、こうツアー回らないかって話が来た時に、それジェームス本人からメール来た？その時はブランドンじゃない？ブランドンコブスから、ね、コブスね、ドラムのやつで、そうジェームスンっていう人のツアー回らないって言われた時に、あれリン君回らないのって俺は回るもんだと思ってたから、そうそう、俺は回れなかった。その時にそう言ったんで、横でね、あれリン君ツアー行かないのみたいな、そうだっけ、え、なんでってこう言ってたら、今ツアーの話が来たんだけど、あ、でも確か俺も断ったとこだった。そうでも、そう、でもなんかやっぱビザの関係で、まあ俺のがほら、ちょっとアーティストビザのさ、先に取った早かったからさ、先に取っちゃう、そうそう、だからまあタイミングがね。どうだったツアーは？ツアー、まあちょっと過酷だったね。2ヶ月で約48本。1ヶ月で48本、すごいね。2ヶ月で48本、全州回ってたからね。ほぼ全州行った。俺があの後回ったあの US ツアーは少なかった、ね、少なかった本数が、うん、行ってた期間も、多分2週間ぐらい俺の方が短かった。大樹ちゃんがジェームスのツアー回った時は俺よりも過酷だったのを、過酷だったね、想像できます。想像できる。俺の時も過酷だった。でもメンバーがさ、まあほらリン君もよく一緒に、参加してやってるアレコスっていう、アレコス、サックスのやつ、サックスですね、あと他にもね、バンドメンバーが、あとバックコーラスもいて、こうなんか9人ぐらい、バンのもうなんか ちっちゃいとか、まあでかい、なんて言ったらいいんだろう、バンにさ、スプリンターってなんていうの、後ろのトラックね、なんかほら、ほんと10人乗りぐらいのさ、まあ大きいバンね、バンでさ、バスとは言わない、なんかワゴン車のでっけえやつみたいな、もうそれで、アメリカを横断するみたいな、ちょっと楽しかったけどね。楽しかった、俺もそうだったし、楽しかった。なんか、まあでも音楽的には、実はこれかなりこう、ジェムスンのツアーをやったことによって、今すごく自分のこうベースプレーとかに超反映されてることがあって、やっぱりこうレイドバックとか、ああレイドバック、もうちょっとこうシンプルに弾くとか、なんかこうベースラインみたいな、ベースラインをこうなんか構築する上で、かなりジェムスンってやっぱ勉強になったのもあるんだよ、の実はすごいあって。なるほどね。でほらオリジナルのレコードでリン君がベース弾いてるじゃない、で結構それを最初忠実にコピーして、で、あこんな風に弾いてんなとか、なんかそれをコピーして一回そういう風に弾いてみた上で、じゃあ自分なりのアプローチをちょっと足してみようとか、俺の中で結構リン君のタイム感ってすごい独特で好きで、まあだからなんかそれをこう、それを結構勉強できたいい機会だったなってすごい正直すごい思ってる本当は。ちなみに、ジェームスンのレコーディングしたでしょ、俺も、ジェームスンのレコーディングでジェームスンがもっとレイドバックしてくれ、もっとレイドバックしてくれって言いまくるわけ、彼が俺に。でジェームスンのレコーディングってまあしてるからしてると思うけど、クリックがない、どんだけふわーんふわーんふ
ふわーんみたいな、ふわっとした、なんかシンセパートみたいなのが、から始まる曲とかでも、クリックが頭にないから、あの別にクリックちょっとつけてよって言えば別に足してくれるんだけど、とりあえずもうポーンって流されて、カッ、ドゥッドゥッ、ドカッって急にコントラムが始まった。あ、なるほどね、そうやって始まるんだ。どこから弾き始めればいいかもわかんない、急に聞かされてやるレコーディングじゃん、あれ。ないよね、そういうの。で、そこでもうアイデアを振り絞るわけ。そうじゃない、振り絞るじゃん。で、弾くんだけど、その弾いたあれに対して、でもドラムは大体最初に入っちゃってるんだけど、もっと、まだ足らない。もっとレードバックして、もう、もっと、これぐらい、それぐらい、もっとしていい。みたいな感じで、レードバックも人それぞれだなとかってそういうことに気づかされたし、あのレコーディングで俺が弾いてるあの辺のアルバムって結局俺がレードバックしてさせて弾いたんだけど、さらにもっとずらした、さらに飛ばし、ね、されてるんでね、さらにもっとずらされたりして、確かにそれはすごく、でもそのそれをまた聞いて、あのさらにレードバックしてて、それをすごい練習した。なんか、ああなるほどね、あこんだけもっとレードバックした方がいいんだとか、で、レードバックしすぎて、もう本当に、あのただただ本当リズムから落ちてるみたいなベース弾いてる時期もあった。もうそれぐらいまで一回行かないと限界が分かんないから。分かる分かる。そのなんか、そうそう、なんかラジオ心地いいポイントとかね。そう、それを後でこうね、なんかラジオの収録とかで演奏したやつを後で聞いて、やべえやりすぎちゃったみたいなこともあったり。レードバックの文化がやっぱそんなないところで育ってるし、そういうルーツじゃないからっていうのでかいよね、多分。そうだね。そうだと思うんだよ。どうしたらいいのっていう、レードバック常に。で、俺は特にやっぱ戸惑ったのは、一応8年ぐらい、日本でそういう、まあ、スタジオワークみたいなのやってた時に、俺は日本と LA のそのレコーディングの違いとして、そうやってクリックに合わせない。クリックからわざと外すっていうのが LA ミュージックシーンの今のなんかそういうところの良さで。で、日本人の人たちのクリックに、合わせる、ああいう、クリックにしっかり合わせていくっていうあのやり方と、あれは別にどっちが悪いってわけじゃないんだけど、でどっちも正しいしどっちも素晴らしいんだけど、それにすごく戸惑ったんだけど、そういうレコーディングの経験いっぱいあるでしょ。例えば A さんの時とかどうだった？ A さんの時は、A さんはまあもちろんあのレードバックはしてたけど、まあそうだね、でも、エイサー・ワトキンス、ちょっと説明する？でも、ワトキンスミュージックっていう、エイサーと、エイサーの妹のアリエル・ワトキンスの2人で、こうやってる、まあ企画、なんかプロジェクトみたいな。で、まあそこで、ほとんど、まあほぼ全曲ベース弾いてんだけど、まあでもとにかくハウスミュージック、もうソウルフルハウスミュージックがテーマで、基本的にもうテンポも大体130、オーバー 130bpm。ぐらいのもう四つ打ち、でもなんかそれはでも、もうなんかやりやすかったかも、なんか早いテンポでこうなんかダンスミュージックを弾くっていうのってやっぱまあちょっと慣れてたし、それはベースラインは最初から決まってたの？決まってないね、自分で構築した。そうだね、アイディアちょうだいって言われた。でしかももともとやっぱこうコードとかも何も言ってこないし、もちろんこう譜面が用意されるわけでもあるし、いきなり家行ってもういきなり家行ってこうまだ聞く前からいきなりベース刺して音量これぐらいでいいって言われて、録音ボタンピッと押されていきなり始まるみたいな。でどこでベース入ったらいいのとか言ったら、言うから待ってみたいな。コード何とか言って言ったら、いや鳴ってるでしょって言われて、まあ確かにみたいな。じゃあ探って、でこれでまあずっとあの曲はこれでループだからとか、まああの同じずっとほらループの曲もあるから、なんかそれであのかっこよく弾いてみたいな。なるほどね。3、2、1、5みたいな。かっこよく弾いてってすごいよね。今まである？あんま、まあ、かっこよく弾いてくれればそれでいい。まあでも、まあ、アーティストからしたらそうだよな。まあ、そうだね。注文の仕方がちょっとアメリカンだよね。やっぱ、アメリカンだよねっていうか、こっちのミュージシャンってそうだよね。まあなんか、だからこう、面白いものができるのかなと思う。確かに。こう、思うしね。確かに。そういうレコーディングと、あとほら、バンドサトシ君のドラマーの T スクエアのバンドサトシ君のあのレコーディングにも参加したでしょ。あの時のエピソードもちょっと聞きたいな。あの時、まあバンちゃんの、そうだね、バンちゃんの時はもともと日本の確かジャムセッションに行った時に、どこだっけ、アンダーディアラウンジってどこにあったっけ、渋谷？アンダーディアラウンジ渋谷、アンダーディアラウンジで、あのなんかライブやってて、ジャムセッションみたいなのやってて、でじゃあ見に行こうって言って、まあ行って、
でその時にバンちゃんがドラム叩いてて、うんうん、で2曲だけシットインした、うん、そうで、うん、2曲シットインして、うん、こうやった時に、うん、まあ、結構なんか息あすごい息あってバンちゃんと、うんうんうん、なんかすごい楽しくて、うん、そうでなんか終わって、うん、本当にその演奏が終わってバンちゃんから、うん、あのいやすごい楽しかったねって、うんうん、でなんか、うん、レコーディングとかなんかレコーディングとかあの今こうやってて、うん、アルバムの制作を、うん、まだその時は多分ね曲を作ってた段階だと思う、うん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 、なんかベース弾いてほしいって言ってくれてたの、うんうんうん、でああでも全然やるよみたいな、俺も結構ノリ軽いからさ、うんうん、あ全然やるよみたいな感じで言ってたら、うん、まあ本当に実現してくれて、うん、すごいメンバーだったんだよね、まあ、こんなこと今だから言える、いやいやいやその話をしてほしい、そうこんなこと今だからも言えるけど、うん、なんかそれこそ、まあ、誰か全然知らなくて俺誰まあ俺は全部覚えてるから、うん、こうやって平気な顔して聞いてるけど俺その場にいたわけ、うん、その時それも一緒に住んでたからね、一緒に住んでたね、うん、一緒に住んでた時に、まあ、俺が説明するのもあれだけど、まあ、バンちゃんのレコーディングに参加することになったよって言われて、ああ、そうなんだって言って、うん、で、そのメンツ、LA でレコーディングする。だからバンちゃんが、うん、バンちゃんのマネージャーさんとか、まあ、社長さん、うん、その T スクエアの社長さんとかと LA に来た、うん。で、レコーディングやるってなって、メンツを、なんか、大輝ちゃんから口頭で言われた時に、エリック・マリエンサルでしょ、マイケル・ランドでしょって言われたときに、これ嘘でしょつって、なん嘘え、それ何とか言って、って言って、で、大輝ちゃんが一番面白かったのは、エリック・マリエンサルって俺知らないんだよねって俺に言ってきたんだけど、うん、その前日に、チックコリアの、ダダカタッタ、ゴトアマッチ、ゴトアマッチっていう、そのエリック・マリエンサルがまさにチックコリアで、チックコリアで吹いてるあのメロディーを二人で練習してたんだよね。うん、やってたね。エリック・マリエンサル昨日練習してたじゃんあれその人だよ、かい、そう、その人で、その人と一緒にやるんだよ。でまあそのそういうメンツでやるってなって、ですごいなって俺はその部屋な同じ部屋にいたの覚えてる、ね、うん、で全曲バンちゃんが書いた曲だったってこと、全曲そうだね、うんうん、バンちゃんが書いた曲だったね、うんうん、で4曲 LA で5曲は日本か、あ、そう？日本で、そう、日本は、バンちゃんのバンド、うん。自分のバンドで、レコーディングして、うん、4曲はこっち。うん。それ何年前だっけ？ 2 年前ぐらい。それ、もう3年前だね。3年前か。うんうんうん。そっかそっか。どうだった？その時のレコーディングの状況とか、なんか。うん、やっぱり、名前も知らなかったのが救いで、うん、全然緊張しなかった。俺がもし、エリック・マリエンサルと今日レコーディングですって言われたら、ちょっと俺レディーかなってなっちゃう、なんか分かんないけど、いやすごいメンツだよね、それはすごい。俺もその前の日も普通に1時ぐらいに就寝して、うん、朝も普通にちょっと遅めに起きて、うん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 、ちょっと急いで朝飯食いながら準備して、うん、やっべ遅れちゃうわみたいな感じぐらいの感じで、でもやっぱり一緒にやって、うん、楽譜はあったの、ごめんね、楽譜はあった、あったあった、うんうん、あった、うん、でもやっぱ一緒にやって、なんかうん、なんか、まあ、やばいなって感じだったよね。いや、ほら、なんかヘッドホンから聞こえてきたサックスの音が良かったとか。ヘッドホンから聞こえてきたサックスの音は、チックコリアのサックスの音が知ってたね。タッチが軽いけど、感動したんでしょ？いや、でもめちゃめちゃ感動した。すごい、すごい良かった。でもめちゃめちゃ良かった。まあ、あともう一人サックス、ブライアン・フィーブズっていう人が、ブランドン・フィーブズだ、これ。うん、すごい、そうだね、いや、めちゃめちゃ良かったね、すごいなんか上手くて、みんなすごい上手みんなすげえなと、うんうん、やべえな、うん、で、なんかほら、マイケル・ランドとかもさ、うん、やっぱ俺は知らなかった、全然聞いてなかったからさ、うんうんうん、こう、うん、まあ、マイケル・ランドってどんな人なんだろうとか思ってさ、うん、すごい面白い、その話でも、なんかこう、うんうん、一緒にスタジオでやってたらすごくいい人で、うん、で、なんかそうなんだって思っちゃう、そう、なんか別のギターってほらブースが分かれててさ、うんうん、そのアンプのとこでさ一、うん、人だけこう別でちょっと離れて弾くってことが多いんだけど、うんうんうん、多いと思うんだけど、うんうんうん、でもなんか俺とバンちゃんが、うん、ジャムっと遊んでたの、はいはい、こんなマイケル・ランドとか、うん、エリック・マリエンザルとか、うんうん、フィリップ・セイスとか、うんうん、こう準備してんのに淡々と、うん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 、俺バンちゃんとわーいとか言って、うん、2人で2人でちょっとジャムって遊んでた、うんうん、レコーディングの前にね、サウンドチェックが、そうそうそう、うん、そしたらマイケル・ランドが2人すごい楽しそう、うん、
俺も一緒にこの部屋で撮っていいって言って、で、うん、全部アンプはその部屋に残して、あ全部なんかヘッドホンとか面台とかも持ってきて、うん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 、なんかちょっと一緒になんかジャム参加してきて、でもなんかその音も聞いてきて、もうヘッドホンから流れてくるギターの音がもうすごく深い、うん、いや超リッチな音で、こう歪みもなんなんこのなんか歪みもこう全然嫌味のない歪みで、うん、なんか超歌ってんなみたいなギターの音が、うん、なんかもう的確、なんか弾いてることが全て分かってんだろうなっていう、うんうんうん、まあだからそういうね、まあ機会を与えてくれた番長に本当感謝してるよ、うんうんうん、いや素晴らしい、まあ、それを知らなかった、まあ、それをきっかけで知れたっていうね、なるほどねいやいやまあいや面白いそのそれ面白すぎる、うん、まあ一応 LA に住んでやってる我々なんだけど、うん、俺はほらちょっと前に日本に帰って、うん、クリニックとかやったのね、うん、でその時に、その練習方法とか、うん、なんかそのそういうこと聞かれたんだけど、大輝ちゃんが、練習方法とかさ、そういうのって多分人それぞれだと思うから、うん、大輝ちゃんが思うなんかその日本にいる若い人たちが、こういう練習方法をおすすめしますみたいな、なんかそういうちょっとざっくりしてるけど、うん、なんかどう練習しててこれがすごい役に立ったみたいなのがもしあったら、うん、なんか紹介してほしいなって思うんだけど、うん、細かくなくてもいいけど、うんうんうん、そうだね、めちゃめちゃでも大雑把に言うと、うん、かっこいいベースラインがあったらそれをずっと弾き続けるっていう練習、うんうん、練習法っていうのかな、うんうん、でもなんかこのベースラインかっこいいなって思ったら、うん、とりあえずそれがちゃんと体の中にしっかり入るまでこう弾き続けることによって、うんうんうん、なんでそれがかっこいいかが分かる、うんうんうん、だからなんかこうかっこいいベースラインを作る、うん、こう、うん、架け橋になるというか、なるほど、自分が、うん、かっこいいベースラインを作るために、うん、かっこよくベースを弾くために、うん、なんかすごくシンプルだけど、いやいやいい、なんか全然、うんうん、なんか大事、うん、大事なんじゃない、かっこいいものが弾きたい人はやっぱかっこいいものを聞くべきだし、うんうん、なるほどね、うん、なんかそうだね、うん、まあそれがだから俺だったら、まあ、昔のこう JB JB だったり、うん、まあ、アースウィンド&ファイアだったり、うん、なるほどね、うん、マイケル・ジャクソンだったり、うんうん、まあ、ポップ、うんなのもそうだし、まあハービー・ハンコック、まあハービーは最近、うん、もうここ本当数年もうハービー・ハンコック超好きで、うん、ハービー・ハンコックばっか聞いてるけど、うんうんうん、まあ、ポール・ジャクソンだったり、うん、昔のヘッドハンターズの、うんうんうん、素晴らしいよね、素晴らしい、うん、なんかでもそう今また俺もハマって聞いてる、いやかっこいいよね、うんうん、ハービー、まああとそうだね、もう練習、あとはなんかちょっと、うん、なんかアドバイスできる、そういう若い人たちに向けてなんかアドバイスできることがもしあるとしたら、うん、なんかこういうことすると、いいよっていうのもしある、もしかしたらある、やっぱりなんかちょっとざっくりしすぎてる、いやでもうん、こう、うん、やっぱタイムかな、うん、音の長さ、弾き始めと音の長さ、うん、それが変わるだけで、うん、すごく良くなると思う、うん、でもなんかグルーヴってめちゃめちゃ簡単に言ったら、うん、そこな気がするから、うん、だってポール・ジャクソンとかさ、一音でもグルーヴするわけじゃない、うん、そうね、なんかでも一音でもグルーヴするってことってさ、うんうん、すごく分かりにくくてさ、うん、どういうことなんだろう、なんか同じ位置で弾いてんじゃん、うん、って思うけど、うん、でも実はそれをこうすごく細かく分析すると、うん、今だったらほらロジックとかにあるけどさ、うんうん、じゃあ例えばポール・ジャクソンが1音を弾く、例えば E の音をボンって弾くその長さと、うん、自分の弾くタイミングと長さを多分波形で調べたら全然違うわけよ、多分、うん、でもそんな細かい練習じゃなくて、うん、それを合わせるとかっていうよりも、うんうん、そのフィールを分かるために、うんうん、同じその人の、うん、曲をコピーする、うん、その人のベースをコピーすると同じニュアンス、自然にそう、その人のタイムが映る、うん、なんか自分のタイムになる、うんうん、あとはもう、うん、特にこうドラマかな、うん、なんか好きなドラマ、うん、なんかこれいつ出るの、編集次第、詩次第、まあ、一応今年の夏帰るからさ、まあなんかそこね、うん、そこでもなんかちょっと俺レッスンとかもいろいろしたいなと思ってて、うん、でなんかそこで話したい、うん、話したいというか、なんか、うん、まあ、自分がすごく重きを置いてるのは、うん、こうなんか、まあ、かっこよく弾くためにはこうどうしたらいいか、うん、なんかこう全然俺理論的なこととかもすごい簡単なことしか説明はできないから、うん、
でもなんかそこよりもこうなんかかっこいいこういいベーシストになるためのこうテクニックじゃなくて、なんかどういう部分にフォーカスを置いて演奏したら良くなるかっていう、なんかそういうなんかレッスンをしたいなと思ってて、でその中のまあ一個トピックで考えてるのが、あのまあリンクでもよく話すけど、もうあのドラマ、自分の好きなドラマを決める、で家で練習する時も例えばクリックなんクリックの練習なんて俺本当に必要ないと思ってて、クリック練習なんて俺しないから全然、もう本当によくそれいいのか良くないのか分かんない。いやいや別にいいんじゃない、それ一ついいのか悪いのか分かんないけど、確かに大輝ちゃんと一緒に住んだ時に大輝ちゃんの部屋からクリック聞こえたことは一度もなかった。そうでもクリック練習するぐらいだったら本当にベースだけで、本当にベース単体だけで同じこうファンクフレーズをずっと弾いたりするんだけど、でも絶対自分の中にはその時に一緒にやってるドラマがいて、すげえいい話してる、ニッキー・グラスピーだったり、すげえいい話してる、スタンリー・ランドルだったり、そういうのを想像しながら、そうそう、その人と一緒にやってることをこう感じながらこう練習するとすごく自分のタイムの練習にもなるし、実際にその人とやってなくてもその人と一緒に練習してるような感覚でこうにもなれるし、なんか軸になる、なんかこうほらなんかこうパルスを感じろとか言うけど、メトロノームのその一定の打点を体の中に入れるのってやっぱり俺すごい難しいと思う。どんだけそれができる人でも多分2分半ぐらいは限界ないじゃん。そうね、絶対ずれる、絶対ずれてくると思うし、まあ、でもビクター・ウッテンとかはね、それをこうし続けてし続けてなんかやばいタイムを持ってるけ ど、まあ、なんか俺がでもそこフォーカスを置いてるのはなんかそこよりもこうなんか走ってもいいし、速くなっても遅くなってもいい、でもとにかくかっこよくてグルーブし続ければっていう、なるほどね、そうそう、なんかそこをちょっとやっぱ思って考えた時に一番はなんかこう、こうベーシストのこうまあ若い例えばベーシストの人たちのこう演奏を聞いた時に彼らの中にドラマーがいるのかなっていう、なるほどね、なんか一人一つなんか気になる点ではあるよね、なるほどね、でなんかそれをこうなんだろう、こうしたらいいっていうよりは、じゃあ一人好きなドラマを上げてもらって、その人を例えば YouTube とかで調べて、で俺なりの解釈でこの人はどういうドラマーだねっていうのから、じゃあそのドラマーのタイムとかフィールに合わせて、そういうそこに合った練習をしていきましょうみたいな、その彼、その相手、そのもう一人のこのベースプレイヤー、そのに合わせてこうなんか、なんかやりたいなと今思ってるんだけど、ちょっと今日はあんまり弾いてないけどね、本当はもっと弾いてほしかったけど、まあ、またあるかもしれない、別の回で、また別の回で俺多分全然インタビューするけど、もっと演奏しよう、ロサンゼルスで、活躍してる大輝津山、ベースプレイヤー、ぜひ、今後も皆さん注目してください、まあ、本物のグルーヴ多分日本に帰ったら皆さん見れると思うので、ぜひ皆さん要チェックですということで、第1回目ゲストは津山大輝でした。ありがとうございました。イエーイありがとうございます元気とか、どうすか、元気がちょっとあれだけど、まあいい、ありがとうございましたまたね。